SCP-1959 の写真2010年月日撮影。アイテム番号 SCP-1959。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。この記述の時点で SCP-1959 はまだ収容されていません。赤道の北緯50度から南緯 73.2 度内の観測所は、すべて財団の用地ユーエリスト内に置かれます。また、SCP-1959 の目撃者やはすべて健忘症患者として処理されます。万一それを捕獲できた場合は、サイト、横の専用収容ユニットに配置してください。説明。SCP-1959 は、無記名の白い宇宙服です。その形状はボストーク計画にて使用されたソビエト製 SK-1 型に類似しており、多少の改造が加えられています。宇宙服そのものは決して破壊されないようです。ヘルメットの遮光バイザーはひどく破損して曇っており、その内部についてのどんな観察も妨げています。これまでのところ、SCP-1959 と通信する試みは全て失敗しました。また、SCP-1959 は相当量のガンマ線を放射していると判明しています。SCP-1959 は、合理的等速度で地球の周回軌道上を回り続けており、地球の低軌道から瞬間的に高軌道へ移動する場合があります。SCP-1959 に遭遇し激突されたものは、それが何であれ重大な構造破壊を被るでしょう。平常、静止している間にのみ SCP-1959 は独自の行動を行います。ある場合では SCP-1959 は極端な苦痛を示す身振りを行い、時折そのバイザーを壊そうと試みました。SCP-1959 が再びその場を立ち去る前に、一定時間その場に浮遊した事例も記録されています。その観察記録によれば、SCP-1959 はまるで不可視の力から身を引き剥がそうと抵抗していたように見えました。ほい、1。SCP-1959 が最初に発見されたのは1971年月日。編集済みに搭乗中の乗組員によって低軌道上を漂っているところを発見されました。乗組員がそれを見失うまで、観察はおよそ3時間続きました。ほい、2。ソビエトの宇宙計画及び機密解除されたファイルについての研究後、我々は SCP-1959 がアレクセイかアンドレイ。あるいはセルゲイ。でないかと断定するに足る強い理由を得ました。SCP-1959 の身元を完全なものにするため、さらなる研究が必要です。博士、